はい、どうも。今日は、レビュー、まあ先ほどね、ちょっと Amazon で届いて、サポートバッグ、何かというと、なんだろう、こういうやつです。なんかね、想像してたのと形が違うから何なんだろうと思ったんだけど、いや、実はこれ自分で中にクッション材を入れろという仕組みらしくて、書いてあったっけな、そんなこと。これどうすんだろう。なんかね、ちょっと考えて出した自分なりのあれは、これ多分本当はね、重みが必要だから砂袋かなんかをね、入れるはずなんですよね。これの砂袋がね、なんか売ってるとはね、あんまり思えないので、これどうすんだろう。こっちもね、そうなんですよ。ほら。こう入れて、ここで止めるみたいな。これね、砂袋がいるんだな、きっと。最初、今ね、これで、こんなの詰めて使おうかなと思ったんだけど、多分ね、無理な気がする。ポンポンって膨らんじゃうだけで、銃が置けるような、こう、いい感じにはね、多分ならない。これ砂入れるんだね。砂袋多分入れて調整するんだ。よし。調べてみたら、本体の商品説明にね、書いてました。で、なんかね、米でいいんだって。なんで適当に入れてきたのをね、頑張ってやっぱ入れんの大変かだよな。これ二重にした方がいいかもしんないね。いや、破れるでしょう。こうめっちゃ入り口をここから流し込むようにやればいけんじゃねえのかなと思うんだけど、ダメか。ダメですね。やっぱかなりちっこくして複数に分けて入れないとダメだ。マジっすか。これめんどくせえな。米入れてきましたよ。直接入れないとね、なんかここにまで入っていかなかったから直接入れてきました。よいしょ、よっこいしょ、よし、これでいいのかな。こうだね。よーし、ちょっとね、置いてみよう。こんな感じか。おお、いい感じですよ。ほら、よいしょ。あ、これすげえ楽かも。特にね、こうなっちゃうからね。これ置きながらやんないときついんだよね。よっと。そうで、なくなったらこうやって入れなきゃいけないし。よーし、いい感じっすね。よっこら。よし、よし、風。これで現場持ってって使いましょう。実際にしようか、また今度。来週サーバゲーに15年ぶりに参戦予定で、ようやくですよ、ようやく。
最近それに向けて装備あらをね、ちょっと揃え始めたんですけど、あれこれね、考えてるうちにこんなくたらえものとか買っちゃって そもそもこんな廃墟をする鉄砲なんてね、サバゲでなんてね、使い物にならないと思うんですけどね。いやー、それもね、ロマンですよ、ロマン。せっかく買ったんでね、ちょっと動画ネタにしてみました。このチャンネルではパソコン、IT ガジェット、バイクいじり、ドローンなど何でもやってきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画面白かった、面白くなかったなど、あの、評価いただけると超嬉しいです。どうもありがとうございました。